パチパチパチ。いきなり上スタートか。でもな、なんかできるわけじゃないしな。パチパチパチ。さあ次、なんかふよふよふよって音がして、タービー降りてんな。よし、とりあえずまず星壊すか。おお、超飛ぶ。まあ旋回はね、2、3個あると序盤も便利。取りすぎるとちょっとね、面倒くさいことになるけど、ルインズなら1個か2個でいいレベルだからな。しか行きますか。最初の乗り物を大事に旋回。よっ、まさか。おだ。緑カービィも可愛いな。いやー、緑カービィがソードかぶったらリンクみたいなね。チャージ。さーて、おお、マンションに赤がいっぱいある。これ伝説パーツ期待できるよ。マンション、うお、重さが。イベント始まるよ。アイテムが柔らかくなってたからいいから、そういうのさ。おお、ゴールドまみれ。よし。またドラグーン？ハイドラが欲しいんですけど。かぶった、わら。ハイドラさん欲しいでしゅう。同じ展開。ちょっと地下に回ろうかな。地下に参ります。お、攻撃やす。上に参りますからの、そこいいね。ここ、ここ行こう。トン。おうおうおお、重りはまあいいよ。さすがにこのマシンのまま最後まで行きたくはないんだけど。デビル、デビルはないかい。お客様の中にデビルはありませんか。私はデビルが欲しいんですよ。よいしょ、防御アップ発見からの一番上。まだ一番上じゃない。お守り。よ、緑、緑って緑とかいらないっすから。爆弾だ。頑張れ。中途半端だな。地下に参ります。スリックスター。はい、ドラグンバーズ2つ目。地下見に行きたいけど、地下どこだ。こっちか。一回も来てないから。ボムは爆破テロやな、わら。あ、攻撃が2個もあるけど1個消えちゃった。お城で無数の敵は待ってないよ。殺し合いしか起きないから。ないな。通り魔にあった。ヒットポイントがちょっと少ないな。そこあるじゃん。そもそもこのマシンの基本ヒットポイントが少なすぎるんだよな。このカービィ重い。このカービィ重いぞ。何書いたかな。お城で無数の敵が待っていません。待ってるのはカービィだけだよ。このカービィ超重い。全然浮かないんだけど。
ほら、もう全然飛ばない。よし、防御3つ。2、30kg くらいありそう。わら、おデブちゃん、わら。わ、いいんだけど。それはいいんだけど。この ライト自体がちょっとパワー不足すぎる。乗り物変えたい。まあ、ドラグーンでもいいんだけど、デビルの方がいいかな、正直。地下行くか。地下ルート。あと1分半。レックスウィリー。うわ、最高速が。そんな問題ないけど、やばいな。乗り物がノーマルでいいや。普通のワープスターの方がだいぶマシだろ。旋回が悪いんだよな、ワープスターは。結構滑る。うん、あと39秒。これは最後のパーツが手に入らないパーティーン。地下だ。あ、あったっぽい。あれ、気のせいか。ぶっ壊せ。あるとは言っていない。よし、最後の最後で攻撃2つ取った。あ、ダメだな。リーチまで行くけど完成しないな。攻撃5か、防御11、体力4。おー、レックスとワゴン。時間切れまで戦い合い、相手を倒した数で勝負だ。さっきと同じマップだな。まず食らえ、とりあえず先制の一発。やっぱこれだよね。このゲーム自殺のマイナスないからな。いでいで、とりあえずこれ出しときゃ 1匹ぐらいは。やべ、俺も死ぬ。いっこい。でファイヤー、ファイヤーとかそんなダメージもねえし、戦いには向いてない。ほんとダメージ出てんのか疑問なぐらいだわ。あー、やっぱゴルドーさんよ。あー、2個目バラまく前に次の取って、ゴルドーさん発見よっ。やっぱゴルドーさんやな、このゲームは。誰やねん、ボム全然ダメージ食らわん。ワイの守備力は最強やで。あー、もう超滑る。取れない爆弾が。くれ。もういっちょ。俺守備力やべえな、全然ダメージ食らわん。さすがプラス10。やったぜ。くそ、またパーフェクト失敗だぜ。